千葉県千葉市中央区の京葉道路から、富津市の富津竹岡インターチェンジへ至る高速道路である。略称は立山道。立山自動車道とショースが接続する富津立山道路も含めて、立山市内までには入っていない。高速道路ナンバリングによる路線番号は、京葉道路、富津立山道路とともに E14 が割り振られている。 北側は、京葉道路、南側は、富津立山道路と接続しており、東京都から、千葉県南房総市までを、自動車専用道路で結ぶ。キロポスト表示は、京葉道路一の江橋起点から、IC 番号も、篠崎インターチェンジからの投資となっており、富津立山道路まで続いている。実質的には、京葉道路起点から富っ立山道路と三浦、 インターチェンジまで一つの高速道路としてみなすことができる。また木更津ジャンクションにて東京湾アクアライン連絡道へ分岐し神奈川県へもアクセスが可能である。2007年3月21日には首都圏中央連絡自動車道も接続した。他の高速自動車国道との直接接続が一切ない珍しい路線である。同様の高速自動車国道は 沖縄県にある沖縄自動車道のみであり、日本本土においては立山道以外にない。また、起点の京王道路接続部はランプウェイが整備されておらず、同様の例は千葉県内では他に、木更津に CJCT がある程度で、全国的に珍しい。国土開発幹線自動車道建設法における路線名は東関東自動車道立山線であり、 高速自動車国道の路線を指定する政令で、指定された正式な路線名は、東関東自動車道千葉富津線となっている。ここでは、京葉道路木更津南ジャンクションッツ竹岡インターチェンジを、本線、木更津南ジャンクション木更津南インターチェンジを、木更津南支線とする。立山自動車道は総距離が短いこともあり、休憩所は、 市原サービスエリアと機密パーキングエリアの2カ所のみである。市原サービスエリアはガソリンスタンド、上り線にロッテリアがあり、スナックショッピングコーナーも上下線ともに24時間営業となっているが、下り線のガソリンスタンドは深夜営業をしていない。君密パーキングエリアはトイレと自動販売機のみの PA となっている。トンネルの数本線24時間。 交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。木更津南市線24時間。交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。総交通量度料金収入度ハイウェイラジオすべての箇所でコールサインはハイウェイラジオ間賛同と放送される。接続している高速道路はいずれも一般国道の自動車専用道路であり、 高速自動車国道とは接続していない。高速道路ナンバリング一覧。国土交通省。2017年9月3日閲覧。立山線、木更津まで開通テープカット。渡り染め千葉から、所要時間約半分に。千葉日報、P1 横連絡道が、開通知事らテープカット木更津ジャンクション袖ヶ浦、IC 間。千葉日報、 P 夢運ぶ海渡る道東京湾アクアライン開通幕開ける暴走新時代千葉日報 P 南暴走への渋滞感は木更津南機密インターチェンジの延長4キロ開通立山自動車道千葉日報 P 富津中央竹岡が開通館3道残るは1区間千葉日報 P AB E14 立山自動車道機密インターチェンジ、富津中央インターチェンジ間が3月31日に4車線となります。東日本高速道路株式会社、2019年3月27日閲覧。ABC、e、E14 立山自動車道富津中央インターチェンジ、富津竹岡インターチェンジ間が3月6日に4車線となります。 東日本高速道路株式会社関東支社。2020年2月7日閲覧。高速自動車国道北海道縦貫自動車道、函館なよろ線等に関する協定別紙マイナス8、料金の額及びその徴収期間。独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構。2015年7月7日閲覧。立山自動車道。 富津つはさバスストップが、令和元年10月1日から利用できます。富津市建設経済部建設課。2020年12月30日閲覧。立山道規制同盟会道路整備の、要望活動展開へ防備。新聞2009年6月4日、4車線化凍結。地元の声聞いて自治体、建設業者ら、反発東京新聞2009年10月7日。 立山自動車道4車線化工事着工式の開催について東関東自動車道立山線一般国道127号富津立山道路建設促進規制同盟会東日本高速道路株式会社関東支社2015年3月24日閲覧 AB 令和2年度全国道路街路交通情勢調査の延期について 国土交通省道路局。2021年4月27日閲覧。ありがとうございます。